でこのセレッソが、だから山村クロス、杉本健佑、そして山口蛍、チョンソンの ここでもまたいい形でこの山口蛍、日本代表のあのゴールを思い出させるようなシュートでしたかね。そうですね、三好も得ですからね、最後チョンソンリョンです。